行きたくないよ。もう行くよ。さあ。あ、やめて。プレゼント。おい、これ前もなんかあったぞ、お前これ。めちゃくちゃ綺麗。え、誰？ちょっと。おお。え、はい。すごいよこれ。プレゼントです。え？やん。さあ。バンビ君、おはよう。おは。何ですか、こんな急に早く呼び出して。おはよう、バンビ君。おはようございます。今日はいい日だね。今日天気雨ですけども。バンビ君、そんなことしてる場合じゃないって。何でですか、痩せないと。だって買ったんですから、これ知った。早く。な、なにだから、はい、分かってんじゃん、もう。なんで。おいおい、まさかこんな朝早くから呼んだっつうことは、まさか。バンビ君、行くよ。僕の命日ですか、今日は。そうです。いろいろ去年は私の誕生日祝ってくれてありがとうございます。行きたくないよ。行くよ、行くよ。やばい、行きたくない。早く行くよ。楽しみ。楽しみじゃないです。楽しみ。楽しみじゃない。今日はいい日になります。怖い、やだ。俺をバンジー飛ばせようとしてんだろ。どんだけバンジー怖いの。俺はお祝いじゃない、復讐だ。俺は行かない。行くんだよ。バンビ君、出てきて。本当にいいんだな。いいよ。じゃあとりあえずこちらつけていただいて。いきなり。いきなり。レッツレッツレッツゴー、レッツゴーゴー。はい。で、レッツゴー、行ってきます。みんなに行ってきまして。みんなさようなら。うわ、怖い。目隠しってこんな怖いんだな。今更目隠しして怖がっております。何だと思いますか。ずっと同期してるじゃん、もう。バンジーだ。あ、ここでいいです、手前で。はい、ここで着きました。ちょっと待って、危ない。危ないよ。気をつけてね。バービー君、危ないから。危ない、引かれる。はい。危ないから、ちょっとじっとしてても。助けて、許してください。あ、ちょっと危ないよ、キンキン。はい。うわ、なにこれ。いきますよ、バービー君。なに。それでは、3。あ、やめて、バカ。なに。うわ、早くさせてください。ハッピーバースデー。なにこのパリピか。マジビビった。おめでとうございます。心臓が。ええカメラ、カメラ。プレゼント。え、今日はこちらで移動します。あー、もう花火くん、これ明らかに見てください。これ車プレゼントの流れです。マジこれあげますの流れです。ちょっとせっかくね、飾り付けたので、じっくり見ていただいて。え、すごっ。これあれや、六本木の港区女子がカラオケでやるやつ。かっこいい。バンビ君カラーになってます。僕のメンバーカラーがたくさんね。今日はこれで一日移動したいと思います。運転はもちろん私です。ゆんちゃんでございます。そうです、僕今ちょっと目隠ししたんで、ちょっとクラクラするんです。目隠し外すだけなのに、もう、まあ、やめて、まあ、って言って。じゃあ、あのね、マジで、あの前回ゆんちゃんの本当誕生日で、はい、僕いろいろやらかしてるんで、ちょっと復讐が怖いなっていうので。外土砂降りですけど、大丈夫ですか。閉めれるんで。閉めれるんでね。うん、オープンカーの意味ということでね、はい、どうですか、初めてのオープンカー。いや、嬉しいな、ちょっと乗ったことないから。オープンカー。じゃあ早速、次の目的地に向かいたいと思います。バンビ君、今日は楽しんで。楽しいよ、なんでも。内容ならいいんですけど、期待しないで、はい、じゃあ乗ってください。はい。うわー。音がでかい。ヤンシャだ、ヤンシャ。いるよ。おー。Oh! Wee-oo!
からどれぐらいで目的地着くんですか？まあ何時間だよね。うわもうね、何時間かかるとこはね、ろくなとこないのよやっぱり今までの経験上ね、今までの経験上ね、うん、まあ人気のないとこに行く場合はね、ほんといいことないんですよ。でも決めつけは良くない、まだ決めつけの刃ですよもうやっぱ、だってバンビ君さ結構私にすごいことしてくれたから、はい、うわ自分の誕生日が怖いって言ってたもんね。そうなのよ、誕生日って普通さ、このワクワクするものなのよ、なんかご褒美みたいな。だからワクワクしていいんだよ。今日はバンビ君が主役の日だから、本当にもう動画のこととか何も考えなくていい。助けてくれそれではバンビ君、はい、そろそろ目隠しをしてください。怖いんだよ。怖くないよ、楽しい。おい、目が見えないと感度2倍なんだけど集合、解散、集合、解散。やらなかったこれ、何やってんの、人で感じるの。到着しました。バブ君出てましたね。あ、なんか海の匂いがする、怖い。あ、はい、思ったのです、飛び。あ、もうやだ、海の匂いがするもん。はい、目隠しを外してください。こっちです、どうぞ。どこここ、こっちです、こっちです、こっちこっち、右右右右右。うわ、出た、また前の誕生日思い出してもいいってくるの。うわ、やめろ、連れてけ、やめろ、連れてけ。おお、あー、恥ずかしいこんなに恥ずかしいよ、初めてやめて。おい、これ前もなんかあったぞ、お前、これどうせ着替えさせられるんだろう、これ。連れてけ、やめて、そんな恥ずかしい、やばー、ドアに一回やる、ドアの本別にいいだろ、こんなもう運びからしなくて、お前帰んないって、俺もう。このコンテいらないだろ、お前、こんなコンテ。おい、お前誕生日っていう日を誤解してんじゃねえのか。お前誕生日って祝う日なんだよ、いじめの日じゃねえぞ、誕生日っつうのは。着替えてもらって。衣装ですか、わかりました。かかと負傷したドンって下ろされて、かかと負傷した。はい、ということでバンビ君はね、黒子にさらわれて今衣装にお着替え中なんですけど、こっからね、すごいサプライズの連続が待っております。なんと今日のね、誕生日サプライズ動画企画のために、なんとなんと特別ゲストの方が来てくださってます。その方がですね、なんとバンビ君のお母さんでございます。今までね、本当に一回も動画に出たことがないし、バンビ君もちょっと恥ずかしいのかわかんないですけど、なんかあんまりお母さんを呼べてなかったので、サプライズで呼んじゃいました。でも朝からね、ヘアメイクしてドレスも着てくれてるので、ご挨拶に行きたいと思います。行きます。こんにちは、失礼します。はい、わー、お母様、こんにちは、よろしくお願いします。今日はありがとうございます、朝から。いや、お誕生日に呼んでいただいてありがとうございます、はい、いや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 、これ喜ぶんじゃない、バンビ君。お母様です、めちゃくちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗ですね。ありがとうございます。緊張してますか、お母さん。緊張してますこの年齢ではい、はい、こういうふうに綺麗にお洋服着ていただいて、はい、化粧までしてくれて、はい、ありがとうございます。あー、優しいお母さん、めちゃくちゃ綺麗です。視聴者さんに伝わってないと思うんですけど、モザイクとかでめっちゃ綺麗、そりゃあんなイケメンが生まれるわけだということで、全然緊張しなくても大丈夫なので、今日は一緒にマミ君お祝いしましょう。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、お願いします。お願いします。めちゃめちゃ綺麗ということで、お母様にはですね、マミ君がチャペルに入ったら後ろ姿で立っててもらって、振り返ったら実は自分のお母さんがいるっていうドッキリを仕掛けていきたいと思います。いろいろセッティングがあるのでチャペル向かいます。はい、ということで全ての準備が整いました。
私もシスターにね返信させていただいて、お母様ももう待ってくださってるので、早速バームクを呼んでドッキリ仕掛けていきたいと思います。いや、どんな反応するんだろう。なんか余計なお世話じゃないかなとか思ってしまったりもしてて複雑なんですけど、今日はバームクを泣かせたい、最高な誕生日になったらいいなと思っております。それではバームクを迎えに行きます。おい、またかお前ら。もういいって、もういい、もういいって。まあ、でも同じや、もう1回目の感想を見たこと。おいおい、どこ行くの。おい、プールに投げるなよ。お前らプールに絶対投げるなよ。おいおい、どこ行くんだよって。こんなすげえ場合じゃねえかよ。おい、黒子が前半行ってるぞ。おい、これ必要なのか、このくだり毎回毎回。おい、どこ行くっつんだよ。おい、私さ、勝手にさ、呼んだからさ、ワンちゃん怒られるかもしれないんだけど、感動で上回りたい。怒られませんように、怒られませんように。俺にあれなしたら分かったんじゃないか、これ。いいんですか。お待たせいたしました。お待たせいたしすぎた。おい、アナウンサー噛んでんじゃねえかよ。おい、お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。ナレーション噛んじゃってるよ。それでは新郎、バーミ様のご入場です。そういうコンセプト？どういうコンセプト？え？これはどういうコンセプトのドッキリですか？え、誰？え？お邪魔します。ガチじゃん、ガチのお母さんやん。先生マミ君誕生日おめでとう。ちょ、ここに用意すべきは中条あやみなのよ。中条あやみが広瀬すずだと思ったらお母さんやん。お母さんだよ。今日はマミ君のためだけにお母さんが駆けつけてくれました。え、ちょっとちょっとはずいって。だから、そう、家族はこういうのダメだって。家族でこういうのダメだって、本当に。絶対自分だったら、ダメって呼ばないと思ったので。呼びません。もっと家族を大切にしてほしい。大切だから出さないんですよ、わかりますか皆さん、はい、これもう顔出したらすごいことになりますよ。もう大丈夫、最初からモザイクかかって何してんの。ということで、今日お母さんね、はい、ダメってのためにお手紙を書いてきてくれました。逆じゃない。はい、お願いのお手紙を書いてきてくれました。お願いします。お願いします。バンビさん、はい、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。この度、バンビさんのお祝いの日に声をかけてくださり、ユンちゃんをはじめスタッフの皆様ありがとうございました。思い起こせば小さい頃はおばあちゃん子で、少し泣き虫で、笑顔の可愛い姿を思い出します。また中学校の時には、給食後アレルギーで保健室の先生に付き添っていただき、病院に行ったことがございます。バンビさんが心を込めて歌っておりました、誰よりも大きな花に少しでも近づけるように、個性あるありのままのバンビさんの姿をこれからも見守らせていただければと思っています。今に至るまでは、意思を決定しなければならない、たくさんの出来事があったと思います。あなたの得意なところでもあると思います。将来音楽の道に行きたいと言っていましたが、一人暮らしをはじめ、その通りに歌を歌っていたようですね。その頃の楽しいことも辛いことも、今のバンビさんの仕事に生かされているのではないかと思います。もう就職の心配はしていません。あなたの好きな職業が決まって、私は安心しました。健康にはくれぐれも気をつけて、ユンさんもスタッフの皆様もご自愛ください。改めてお誕生日おめでとうございます。無事に生まれてきてくれてありがとう。お父さんとお母さんの誇りは自慢のあなたです。ありがとうございます。
緊張で喉も涙も枯れてしまいましたありがとうございます。いや、おめでとう。いやでも逆にお母さんから手紙を読んでもらったのはちょっと初めてなんで嬉しいです。ありがとうございます。のびくん、うるうるしてます。なめなめになってる。ありがとうございます。今まで見てきたお母さんで一番綺麗です。あなんで俺よりも泣いてるの。なんで俺よりも泣いてるの。ゆうちゃん、ありがとう。ありがとうございました。本当に急遽来ていただけて。いや、よかった。私ダメ元で本当にバビ君にも怒られるかなって勝手にさガチのお母さん呼んじゃってさなんで俺より感動してんの。俺の涙が引くよ、そんな流れから逆に。すいません。それでは、バンビさん、はい、これからもお母さんを大事に愛することを誓いますか。誓います。お母さん、バンビ君をこれからも愛することを誓いますか。誓います。それでは、お二人とも誓いのハグをお願いしますマジで、マジでうちの家系はこういうのないから、ほんとに。まあまあでもほんと、せっかくの機会です。はい、リグルありがとうございます。あ、お母さんもほんと誕生日なんで。お母さんも誕生日です。お母さんも誕生日おめでとうございます。いやほんと、老後までね、お金に困らないように頑張って仕送りしたいと思います。お母さんのこと、はい、いつも恥ずかしがってるけど、はい、なんかお母さんがその膝痛いとか言ってたら内緒でお薬を送ってたりだとかそういうのも知ってるから、なんか多分照れくさくて本人は面と向かってあんまり言ってないんですけど、大好きだもんね、お母さん。そうですね、もちろん長生きしてください、お父さんの分まで。ありがとうございます。おめでとうございます。あー、これはどんな罰ゲームよりもある意味恥ずかしい。いやでも本当なんかこういう機会もらえてよかったです。面と向かって言えることないんで。よかった。はい、ありがとうございました。あ、そう、あとお母さんが結婚式を挙げてないって言ってたんですよ。あ、そう。写真だけはあるけど、結婚式はある。なるほどね。そう、だからこういうとこに立つのも初めてという。うん、はい。僕がお父さんの代わりに歩きます、うん、僕お父さんだと思って歩いてくださいマジで本当にある意味衝撃だわ。本当にお母さんがここにいるっていうのはよく OK したね、お母さん。はい。いやー、これは非常に照れくさいですね。もう、本当に出て勝った、成功して、オーダー。何よ、またおー、え、3、2、あ、社長、はい、すごいよ、これ。うわー、もう、山やんけ。プレゼントです。え、俺はどうなってしまうのか。もう最近のユンちゃんの頭サイコパスすぎてついていけない。年々過激していくこの誕生日企画、果たして生きて帰れるのかということで、誕生日おめでとうと思った方はね、プレゼントいらないんでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。次回バンビの誕生日日は命日。